皆さんこんにちは。インターン生の丸井裕太です。ここでは前回に引き続き、私が皆さんに見ていただきたい指摘おすすめアニメを紹介させていただきます。では、早速参ります。今回紹介するのは、「評価」というアニメです。物語は何事にも積極的には関わろうとしない省エネ主義の主人公、高校1年生のオレキ・ホウタロウが、 姉の勧めで古典部に入部するところから始まります入部をしようと宝太郎が部室に行くとそこには一人の女子生徒がいました話を聞くと古典部は現在彼女一人だけで名前はチタンダ LL は高校1年生で古典部には一身上の都合 えー、後に悪いだからになりますで入部していましたそこに法太郎と腐れ縁の福部智と智に好意を寄せる井原真彩も入部します面倒に感じていた法太郎でしたがこの部の活動目的も特に決まっていなかったのであまり気にしていませんでしたしかし 好奇心のつとても強い性格のエルをきっかけに孝太郎が日常に潜むさまざまな謎を解き,明かしていく解き明かして進んでいくという青春ミステリーですある日孝太郎がエルから助けを求められますそれはエルが元古典部部長の叔父から小さい頃に聞かされた古典部に関わる話を思い出し その話を聞いて泣いてしまった理由が知りたいというものでした、えー、これが一心情の理由になります、えー、仕方なく手伝うことにした宝太郎は古典部の文書文集評価がその手がかりとなることが分かり仲間たちと共に評価に秘められた33年前の真実に挑みます真相はぜひ実際にアニメを見て ご確かめくださいで、えー、本記事には、えー、私が出題した、えー、実際に出てきたアニメの謎も掲載しているのでもしよかったらご覧ください、えー、自分は謎解きが好きなのでこのアニメを毎回楽しみにしていましたまた作画も制作した会社が、えー、京都アニメーションということもありとても綺麗で 見ていていきません登場する登場する人物たちも個性的でとても面白いですこの作品はこの作品の原作は、えー、小説で k a d 文庫の「k フェス杯において高校生が選んだ第1位となり翌年の2017年にも、えー、でも1位に輝いています。 えー、このアニメが気になった方は是非ご覧いただきたいです以上で今回のアニメ紹介を終わりにさせていただきます最後まで聞いていただきありがとうございました、えー、この動画がいいと思ったらチャンネル登録といいねをお願いします